どうだ。一緒にいるの。一緒に入っちゃうね。行きます。さんさん今日。じゃあと夏休み。うん。今日 G よっていう感じ。いやいや前から。アヤムに関してだけ新聞書いたんで。司会でございます。当然とは言えなんかありますよ。ん？あ、ごめんなさい。はい、こんにちは。こんにちは。はい、お待たせしました。ごめんなさい。あ、見てましたそれ。え、はい。あ、どうも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 。どうも。はい、どうも。どうもこんにちは、ましたすごくお座りくださいましたお座りくださいませって、もう座ってたかいや、もう座ってますお元気そうだよいや、僕はもうね、もう私みんなに超迷惑かけたけどそうそう、だって6ヶ月やってるやつそればっかり12月の3日にベルリンフィルで最後にやったの終わりでもずでもすぐ日本にお戻りになられたのねあれいいですねあの病気になってからもね、うん、でもいろいろお世話になりました今度もまたいらしてください、はいはい、音楽はずっとやってますオープニングの日にはお伺いしてますそれはメンデルゾーンのエリアっていうね、はい、オラトリオで相撲で書いたんだけどあのカルマンさんっていうのがオペラ的にやりたいって、うん面白くなるはずなんです、うん、あのいやあの挨拶文にも書きましたけどもいつもほら原稿遅いから災害も起きたら書いたんだけども選挙期間中にまさに祈りある種の祈りの歌で幕をね実質的には開けるっていうのが大変にそれも本件の私にとっては非常に深いなとそれとまあそこで書いたのは竹光徹さんのねまさに私たちのこの浅間山の見える風土を愛された方ある意味ではその彼の今回は演じませんけど彼のまさに代表作であるノベンバーステップスというねその、あの素晴らしい音楽の中に人々が魂を失わずノベンバーステップス秋にねそのまた飛躍していくそういうその2つがあるっていうのは大変に意味深いことだというのを書いたんですけどねパンフレットに竹光さんはあそこのね、あそこ小諸の三代田の三代田、はい、今年が10年なんですそうですねあっという間でしたね、うん、いやあのお嬢さんと奥さんはお嬢さんがまだ上手でキャピキャピしていた頃知ってます竹光さんはねあのお嬢さんがまだ幼稚園の頃うん、トロントに僕の家住んでたあ、そうなので僕が送り迎えしてたの幼稚園にあそこ運転誰もできなくて、うん、竹町さん運転しないんですよ、うん、あのそのノベンバーステップスの初演のために、うん、おそうですかあのトロント来てたんですよ、うん、そういうあれ、うん、だからそうマキちゃん、うん、どれぐらいいらっしゃったんですかいやあれね何ヶ月かね日本の幼稚園から来て、うん、あのカナダの幼稚園に何ヶ月だったのそうそうそう、それは昭和30年、40年前後ですねそうそうそう、それは去年から1964年か5年さらに取られた頃じゃあ東京オリンピックそうそうそう、そのくらいあんたこれからどこ住むのえ住むのどこあ軽井沢、もともと今だって軽井沢に親と住んでました親が朝、母親がお弁当を作ってくれて、父親がズボンのプレスをしてくれて。おいくつですか？母が昭和3年の10月で、父が昭和5年の3月ですから、77、78。僕は今年71になるんです。若いよね。本当に大変なもんだ。あなたは新聞読むと55だ。今50だって55じゃない。あ、50か。今度55号じゃない。50でもなった時は44ですからね。あ、変だ。もう書くことにまた戻るとそういうこと。いや、もう書く才能も書く才能もないんだろうけど、まあ書くこともずっと知事をやってると官もやってきてますから、それは逆に言うと頭の整理として。まあね、人に奉仕するのが私の喜びだから。
それはだから恋愛と一緒。自分の自己満足で恋愛してるんじゃないか。人に喜んでもらえるようなことができればいい。人が嬉しい表情になればいいな。人が嬉しい表情になればいいな。そういう場所がどこかにあれば、それはどのジャンルであっても。